42V 電装とはかつて試みられた自動車で使用される電源電圧。42V というのはオルタネータによる発電時の電圧でバッテリーの電圧は 36V になる。2000年代初頭の見通しでは普及すると予想されていたものの実際に発売された車種はマイルドハイブリッド車など数車種に止まった。普及に至らなかった原因としては高圧化に伴い、 既存の補給を新規に開発する必要があるので、費用対効果が乏しいことや電動パワーステアリング等、当時は高圧化しなければ実現が困難であると、考えられた用途でも高圧化せずに、従来の 12V で実現可能だったことなどが挙げられる。1990年代末より増大し続ける自動車の電力需要に応じるために、電源電圧の昇圧が検討された。 高電圧化することにより、オームの法則により、同じ電力を送電する場合に電流が少なくて済む、ため、電流値に比例する送電損失を低減可能である。つまり、同じ電力量を細いハーネスで、送電可能で、同じ出力のオルタネータや電動機を小型化可能な、ため、金属資源の節約、軽量化、燃費向上に貢献する。 アイドリングストップ時にも 36V バッテリーから供給される電力でコンプレッサーを駆動するため、停止中もエアコンが作動する。従来の 12V で作動する補給を利用できないため、新たに開発するか 12V に高圧して使用する必要があり、後者の場合には 12V 系と 42V 系が混在する結果となり、効果が限定的に止まる。 さらに大きな問題は、電圧が引火された接点や、端子の乖り時に生じる火花が3倍のエネルギーを有することとノイズ、電線の焼損が起きやすくなることである。2001年8月に発売された、クラウンマイルドハイブリッドや、マーチ E-4WD で採用されたものの、普及には至らなかった。42V 車のバッテリー電圧は 36V だった。 42V 下は断念されたものの、年々高まる電力需要により、高圧化の需要は根強く、マイルドハイブリッドへの適用を視野に、欧州で規格策定が進められ、2011年に、フォルクスワーゲン、ポルシェ、アウディ、ダイムラー、BMW によって 48V の電源規格である LV148 が策定された。ISO の ISO。 TC22、SC3 TC、SC WG14 で42、ボルト回路電圧条件の規格案が議論されている。ありがとうございます。